こんにちは、プロサーファーのレイカです。今日は、苦手なバックサイドのリップをこれさえすればリップがしやすくなるっていう一つのバックサイドのリップのポイントを教えたいと思います。私なりのハウトゥーなんですけど、その一つがバックサイドの時に、私グーフィースタンスなんでグーフィースタンスってやらせてもらうんですけど、バックサイドの時にボトムターンで上を狙う時、 みんな結構ね、こう狙ってすぐこう返しちゃう。バックサイドの時にボトムターンから狙ったら、ちょっとずつ胸を上に、この胸を上に開いていく。こうやって狙うんじゃなくて、このリードする後ろの手は下で、このサーフボードのレールをイメージでは触るような感じで、レールを触って上に行く。で、トップに向かって胸をバッて、こっちの手、前の手をバンって開いてリードしてあげる。上を見たらリードした分、縦にボードが上がって、あとは振り下ろすんではなくて元の位置に体を向けてあげるだけ。大事なポイントは、ボトムターンでトップに上がるときに胸をトップに見せてあげる。この波のリップが飛んでくる部分に見せてあげるのがポイントです。それを私のライディングでちょっとスローモーションにして見せたいと思います。バックサイドに乗った時にボトムターンでここ胸を上に開いてあげる。で返す。バックサイドで胸をこれぐらい開いてあげる。そうするとサーフボードも縦に上がります。胸をトップに開いて目線もトップに、で板が返る前に目線を下ろす。波が小さい時も同じです。私はボトムターンの時に後ろの手がすごい上がりすぎなんですけど、本当は後ろの手はサーフボードのレールを触るイメージで下ろしてボトムターンするのがポイントです。ボトムターンで胸を開いた時に、前から見たら前の手が体の反対側から出てくる。この状態に持っていくのがベストです。わかりづらい解説失礼しました。ありがとうございます。どうでしたかこれ私のいつもの口癖なんですけど、このバックサイドのコツさえつかめば、まあ大事なのはボトムターンがすごい大事なんですけど、ボトムターンができたら次このトップに上がれないっていうのが結構みんな悩みだと思うんですけど、トップに上がれない時は大きくトップに向かって胸を開いてあげるのが一番のポイントです。ぜひ皆さん次サーフィンに行った時に試してみてください。ありがとうございました。バイバイ。